それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ、前に行くのはどの馬か。ソダシ。前に行きそうです。ソダシ。先手を取りました。奇跡。そのうちに続いています。赤の帽子。アリストテレス。その後ろ、グローリーベイズ。この馬もこのグループ。その外に、レイパパレ。その隣に、ブランアレグリア。内からは、インディーチャンプ。並んで、8番、サリオス。並んで、6番、クロノジェネシス。フィエールマン。すぐ後ろ、内からは、ブラストワンピース。しんがりからおぐりキャップ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、4番奇跡。レースを引っ張ります。その外からソダシ。並んで11番レイパパレ。その横にアリストテレス。すぐ後ろにグランアレグリア。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身。よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然として奇跡。2番手はレイパパレ。間を挟んでグローリーベイズ。3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。奇跡先頭、外からレイパパレ。サリオス伸びてきた。ここから勝負をかける。外からフィエールマン。奇跡先頭。残り 200m を通過してオグリキャップ追い上げてきた。2番手はアリストテレス。この足色はどうか。オグリキャップかわす。先頭はオグリキャップ。1着でゴール。2着にはどうやらアリストテレス。オグリキャップ見事このレースを制しました。